遊戯王遊戯王デュエルモンスターズ遊戯王、デュエルモンスターズ光のピラミッド、遊戯王デュエルモンスターズ光のピラミッドは2004年8月13日に全米で公開された劇場用アニメ、テレビアニメ、遊戯王デュエルモンスターズの映画化作品である。遊戯王メディアの海外展開に伴い、人気急上昇中だったアメリカ市場での公開用に制作された映画。 全米2411巻という比較的大きな規模で公開され、週末興行成績は約949万ドルでランキング初登場4位。興行収入は約1977万ドルで全米で公開された日本アニメ映画の中では2019年1月にドラゴンボールスーパーブロリーが公開されるまで劇場版ポケットモンスターミュウツー2の逆襲。 劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆弾に次ぐ歴代3位の記録を保持していた。現在は全米歴代4位に位置している。後にイギリス、オーストラリアでも公開され、全世界興行収入は約2917万ドルを記録した。舞台はバトルシティ編終了後の道ミノルヤ町。古代エジプトの謎や闇のゲーム、キャラクターたちの友情といった。 遊戯王の特徴を盛り込んだエンターテイメント作品に仕上がっている。その後日本に逆輸入するにあたって、カードテキスト、声優、BGM は日本版アニメと同じものを使用。また単純な海外版の流用ではなく、日本版用に追加シーンもある。さらには一部のシーンの使用タイミングの変更もされている。日本ではロードショー公開はされず、 招待客向けに特別試写会が行われた。その後2005年1月2日にテレビ放送、同年3月16日に DVD が発売された。バトルシティでの戦いを経て3枚の神のカードを入手した、無党遊戯。ライバルの海、マゼ人は彼を打ち倒すべく、デュエルモンスターズの創始者ペガサス・ジェイ・クロフォードのもとを訪れ、 神のカードを打ち破る強力な2枚のカードを手に入れる。再び遊戯に挑む海ウ馬ウであったが、そのデュエルの裏には千年パズルと体を成す8つ目の千年アイテム、光のピラミッドを所有した、アヌビスの邪悪なる陰謀が隠されていた。ボックスオフィスモジ書より、ショービズカウントダウン2004年8月29日放送分より、ありがとうございます。